As long as I'm president of the United States, 私がアメリカの大統領である限り、イランは永遠に核を持つことができません。皆さんおはようございます。皆さんにお知らせです。アメリカの皆さんにお知らせです。私は非常に喜んでいます。昨晩の攻撃では、イランによって誰も被害を受けることがありませんでした。死亡者はなく、怪我人もなく、我々の兵士はみんな健康で、ほとんど被害はありませんでした。我々の強いアメリカ軍は、どんなものにも立ち向かいます。イランは勢いを弱めているようですので、世界にとっても我々にとってもそれは良いことです。そして我々はきちんと手を打ちました。そして早い段階で警告が出ましたので、それもすぐに機能しました。そして我々は制服を着ている軍の人々、もう1970年からずっと中東の平和を維持しようとしてきましたけれども、イランでは核を持とうとしてきました。それによって我々のような文明国を脅威に陥れました。けれどもそれは阻止しなければいけません。先週は私たちはそれを止めるためにアクションを取りました。そしてアメリカ人を攻撃しないように防止策を取りました。アメリカの人たちはソレイマニ司令官が非常に攻撃的なことをしていました。例えばテロリストを養成したりですとか、その民間人を攻撃したりというようなことを指揮していました。それを我々は止めようとしたわけです。そしてアメリカの軍の人たちを怪我させたりですとか、そしてそれによって攻撃によって手足がなくなった者もいました。ですのでソレイマニ司令官は我々のアメリカ軍のメンバーを一人殺害しましたし、それからまたバクダッドのアメリカ大使館にも攻撃をしようとしましたし、それ以外の攻撃も計画していたんですけれども、我々はそれを止めました。ですので、スレイマニ司令官の勢いを私たちは止めることができました。彼の勢いはもっと前に止めるべきでした。そして、このスレイマニ司令官を殺害することになって、我々は強いメッセージを出すことができたと思います。そして、今後も我々はイランに対して強い姿勢で反抗をと思っていますし、そして何か我々はもっと制裁もしていかなければいけないと思います。この制裁はイランがその行動を変えるまでは続けます。最近はイランの方で船を出したりですとか、サウジアラビアの方に侵攻したりですとか、それからアメリカの道路をシャットダウンしたりということをしました。そしてまた核の条約を結びましたけれども、その時に1500億ドルのキャッシュを約束しました。でその時にアメリカにありがとうというふうに言ってくれるべきだったんですけれども、実は我々に対して死を突きつけたわけです。ですのでこの合意をやっていながら、テロリストを養成し、テロリストを育成してきました。そしてイエメンやシリア、レバノン、アフガニスタン、そしてイラクにて攻撃をしました。昨夜の攻撃は我々の同盟にも攻撃を及びました。そして、彼らの国の中でも多くの人が亡くなっています。そしていろんな抗議行動も行われています。イラン国内です。そして JCPOA は、いずれにしてももうすぐ失効するんですけれども、イラクは核を持つことはできません。ですのでイラクは核を持つという夢を諦めるべきです。そしてテロを許してはいけません。イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、そして中国はこの現実を見なければいけません。この国々は JCPOA やイランの現実を見なければいけません。そして私たちはイランとの合意をして世界をより平和な場所にしていかなければいけません。そしてまた我々はイランが繁栄していけるようにしなければいけません。今たくさんのポテンシャルがあると思います。イランはもっと素晴らしい国になれると思います。平和な国になれると思います。ですけれどもイランが今のように憎み、そして戦争する限りそれは達成できません。ですので私たちはイランの体制に対してそのような恐怖で押し付けるようなことをしても意味がないということを伝えたいと思います。そういったことをしても未来はないと言いたいと思います。今日私は NATO に対して要請をしたいと思います。 NATO にはもっと中東に関わってもらいたいと思います。ここ3年間私のリーダーシップのもとに経済は非常に良くなりましたし、エネルギーに関しても独自に利用できるようになりました。そして中東では
私たちは天然ガスや石油の最も大きな生産者でありますし、それからまた我々は独自にそういった石油などを生産できますので、中東に移動する依存する必要はなくなりました。そして45兆円ドルの規模に上っています。そして我々のミサイルは非常に強く効果的なものになります。そして我々は非常に高性能なミサイルも持っています。で、まあ、それは必ずしも使わなければいけないということではありません。もちろん私たちは使いたくはないんです。ですけれども我々は経済的にも軍事的にも強めることによってそれを抑止力としてあると思います。そして最近私たちは ISIS の残虐なリーダーを殺害しました。彼らは本当に多くの方々、キリスト教徒、ムスリムの人たちを殺害しました。もう悪魔のようなやつでした。そしてその ISIS の帝国を作ろうとしていましたけれども、それは失敗しました。そして私の在任時には多くの ISIS の兵士は殺害されました。そして ISIS を潰したことはイランにとっても良かったと思います。ですのでこれよりももっと重要なことに取り組むべきだと思います。そしてイランの人たち、イランのリーダーに対してには、メッセージなんですけれども、もっと明るい未来を受け入れるべきだと思います。もっと繁栄していけるはずだというふうに考えています。アメリカは平和を望んでいます。ですので、皆さんにありがとうございましたと伝えたいと思います。